エリザベス二世、エリザベス二世、エリザベス二世、1926年4月21日大は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、イギリスを含む16カ国の主権国家、イギリス連邦王国の君主であり、王室属領と海外領土の元首である。また、イングランド国教会のイギリスの君主としては、ウィンザーアーサの第四代女王である。 実名は、エリザベス・アレクサンドラ・メアリー・ウィンザー。1952年2月6日に、イギリス女王、国王に即位して、イギリス連邦に加盟する独立国家たる7カ国、すなわち、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ連邦、パキスタン、セイロンの女王、国王になる。 連合王国女王のレルムに属する国家及び、領土の数は1956年から1992年までに、独あるいは共和制に移行したりしたため少しずつ変わってゆく。2018年現在の今日においては、現在まで存続している、前述の4カ国、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドに加え、ジャマイカ、バルバドス、バハマ、グレナダ、 パプアニューギニア、ソロモン諸島、ツバル、セントルシア、セントヴィンセントグレナディーン、ベリーズ、アンティグアバーブーダ、セントクリストファーネービスがエリザベス二世女王を君主としている。こうしてエリザベス二世は合計十六カ国の君主を兼ねている。また、クック諸島など上記の国と自由連合性を取る国や、その他の国、地域の中にも女王を元首としているところが存在する。 また、イギリス連邦においては統合の象徴であると、規定されている。2007年、コーソポタル、ビクトリア女王を抜いて、イギリス史上最高齢の君主になった。2015年1月23日には、サウジアラビア国王のアブドゥラビンア,アブドゥルアジーズが90歳で死去したことにより、88歳で存命する在位中の君主の中で、世界最高齢になった。 2015年9月9日には、在位期間が63年と216日となり、同じく、ビクトリア女王を抜いて、イギリス史上最長在位の君主となった。さらに、2016年10月13日には、ラーマ九世、太陽国国王の死去により、2019年5月1日現在、存命の君主では、世界第一位の長期在位君主となった。 九百二十六年四月二十一日、父方の祖父ジョージ五世国王治世下のイギリス、ロンドンのメイフェアで、ヨーク公、アルバート王子とエリザベス同妃の第一子、長女として誕生し、宮廷内で大養育された。九百三十六年十二月十一日、父のアルバート王子が、兄であるエドワード八世の退位を受けて、ジョージ六世として、イギリス国王に即位すると、 エリザベス王女は推定相続人、恩恵継承権、第一位となった。王女は、第二次世界大戦中に、英国女子国防軍に属して公務に携わるようになった。1947年には、エディンバラ公爵フィリップと結婚し、チャールズ、第一子、第一王子、アン、第二子、第一王女、アンドルー、第三子、第二王子、エドワード、 第四子、第三王子の四人の子女、三男一女を設ける。1952年2月6日、父の国王ジョージ六世が崩御し、二十五歳という、若年にして、エリザベス二世位、エリザベス二として、イギリス女王、君主に即位した。なお、夫、王廃のフィリップは、共同君主、共同統治者ではない。 1953年6月2日に取り行われた自分の体冠式は史上初めてテレビ中継された。や、ローマ教皇との間の相互訪問など多くの歴史的な訪問及び会見をこなしただけでなく、やカナダ憲法におけるのように立憲君主成果での重大な憲法改正を自身の知性で目の当たりにしてた。このか個人的な出来事としては四人の子女、 三男一女の出産と結婚、及び孫と彦の誕生、立大司令、そして自身の1977年、2002年、2012年、それぞれの祝い事を経験した。2016年4月21日に90歳の誕生日を迎えた女王であるが、公務に対する姿勢は衰えない。彼女が2015年度に常時の住居である。 バッキンガム宮殿やウィンザー城などの宮殿や居城で接遇した人数は9万6千人に及ぶ。イギリスでは年度ごとの叙勲者には女王、国王が一人一人に勲章や希章を手渡すことが慣例となっている。近年では長男のチャールズ王大使や孫の一人であるウィリアム王子もこれを担うようになってはいるが、それでも彼女がこなす公務は年間200件を超える。また、 医療や福祉の充実、科学や芸術の振興、教育や歴史的文化財の保護、動物保護や環境保全などの団体の会長や総裁を務めている。関係する団体はイギリス本国だけではなく、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど、英連邦王国構成国をはじめ世界16、各国にまたがり、2016年8月時点で648団体に上る。 1926年4月21日午前2時40分、BST、ロンドン市内のメイフェア地区、ブルートンロード17番地に所在する、母方の祖父の家において、ヨーク校、アルバート、後のジョージ6世と、非、エリザベスの間に、第一子、長女として生まれる。出産は、帝王切開であった。父アルバートは、国王ジョージ五世と、非、メアリーの次男で、母は、 スコットランド貴族の第十四代ストラスモア伯爵クロード・ボーズ・ライアンの末女である。同年5月29日にバッキンガム宮殿内のプライベートチャッペルで野によって洗礼が施された。名前は母エリザベスと父方の祖,祖母アレクサンドラ、同じく父方の祖母メアリーにちなんで命名され、家族からはリリベットの愛称で呼ばれていた。ジョージ五世はエリザベスを溺愛しており、 1929年に自身が大病を患った際も彼女が定期的に見舞いに訪れたことが病気の回復を早めるのに一役買ったと言われている。1930年4歳の時に妹マーガレットが誕生した。当時は結婚が保障される上流階級の女子には教育は不必要という時代であった。しかし祖母メアリー王妃の方針により 姉妹揃って、宮廷内で教育を施された。教育は、家庭教師によって、歴史、言語、文学、音楽を中心に行われた。クロフォードが後に記した伝記によれば、エリザベスは、この頃から、馬や犬などの動物好きで、規律正しく責任感の強い性格であったとある。また後に、彼女の知性となって、最初の首相となるウィンストン・チャーチルも、 当時2歳だったエリザベスに接して、子供ながら驚くほど威厳と陳志のある態度だったと、回想している。出生時における正式な称号は、ハーロイヤルハイネスプリンセス、エリザベス・オブ・ヨーク、ヨーク公、エリザベス王女殿下であり、叔父の王大使、エドワード、父のヨーク公アルバートに次いで、第三位の王位継承順位にあった。エリザベスの誕生は、世間の関心を集めたが、当時は、 まだ若くて、独身だった王太子のエドワードへの大位継承が期待されており、彼女の即位を予想する者はいなかった。1936年1月、祖父ジョージ五世国王の崩御を受けて、叔父に当たるエドワード八世が即位する。しかし彼は、イギリスと対立しつつあった、数軸国、とりわけナチスドイツに親近感があるような態度取り、離婚経験を有する。 アメリカ人女性のウォリス・シンプソンとの結婚をほのめかした。これにより、スタンリー・ボールドウィン首相らが彼に退位を迫り、同年12月に退位する、この一件は王冠をかけた恋として知られる。そして、エドワード8世の弟で、エリザベス王女の父であるヨーク公が即位して、国王ジョージ6世となる。これを受けて、王位継承権者、第1位となったエリザベス王女は、 国王を被夫妻となった両親と妹のマーガレット、王女と一家と共に、バッキンガム宮殿に移住し、ハーロイヤルハイネス・プリンセス・エリザベス、エリザベス王女殿下の称号を与えられた上で、王位の推定相続人となる。当時のイギリスの王位継承法上、男子優先長子相続制であった、この時点で、もしも、エリザベスとマーガレット王女姉妹に、弟が存在していたならば、 その弟が王太子すなわち直国王となり、彼女は推定相続人として女王に即位することを逃していたであろうと考えられる。1939年9月3日にイギリスがフランスと共にドイツに宣戦線布告したことで第二次世界大戦、西部戦線が勃発し、1941年12月8日には極東において日本との戦争、 太平洋戦争、大東亜戦争も起き、欧州戦線におけるアメリカ合衆国の参戦も加わり、1945年8月15日の日本の降伏まで戦闘は続いた。この間、しばしば首都ロンドンも空襲、ザブリッツの対象となり、ロンドンに居住する多数の子供が疎開していった。国王夫妻の子供であるエリザベスとママイナスガレット王女姉妹についても、 より安全なカナダへと疎開させることが政府から提案されたものの母エリザベス王妃が私の子供たちは私のもとを離れません。また私は国王陛下のもとを離れません。そして国王陛下はロンドンをお離れになりませんと述べてこれを拒否した。結局、両姉妹は1939年のクリスマスまでスコットランドのバールモラル城で過ごすことになり、 その後は、ノーホークのサンドリンガム御用邸に、戦時住居として移転した。さらに1940年2月から5月まで、ウィンザーノに滞在した後、ウィンザー城へ移り住み、以後ドイツ空軍による空襲の脅威が減少するまで5年近くを過ごすこととなった。ウィンザー城滞在時には、軍用衣類向けのニット生地を生成する系統を調達していた。 クイーン・ウール・ファンドを支援するために、クリスマスに家族や友人たちを招待して、王室職員の子女たちと共に、パントマイムを上演したこともあった。この際、14歳のエリザベスは、BBC のラジオ放送を通じて、初めて演説を行い、と述べた。これ以後、時期を意継承者として少しずつ公務に携わるようになる。1942年に、 この F 票第一連隊の名誉連隊長となり、対戦中も国民と共に広報支援に当たった。1943年16歳の時にエリザベス王女は初めての単独での公務において名誉連隊長としてクレナディアガーズを訪問した。以降も各地への訪問及び激励を重ねた。18歳の誕生日を迎えると法律が改正されて、 不王が公務を執行できない場合や国内に不在である場合、例えば1944年7月のイタリア訪問時に彼女が5人ののうちの一人として行動できるようになった。1945年2月には英国女子国防軍に入隊し、名誉第二巡隊員として女性軍人としてエリザベス・ウィンザーの名及び、 23万873の認識番号において、軍用車両の整備や弾薬管理などに従事したほか、大型自動車の免許を取得し、軍用トラックの運転なども行った。それまでの女性王族は、イギリス軍などにおいて、肩書きが与えられたとしても、名誉職としての地位に過ぎないというケースが、慣例だったが、数軸国によるイギリス本土への上陸の危機、 バル・オブ・ブリテンという事態を受けて、エリザベスはその慣例を打ち破り、他の学生たちと同等の軍事訓練を受け、軍隊に従軍する初めてのケースとなった。エリザベス王女は王族である自身が一般の兵士とほぼ全く同等の待遇をされることを非常に喜び、これらの経験をもとに自分の子供たち、三男一女も宮廷で教育させるより、 一般国民の子女たちと同等の学校に通わせることを決意したという。ヨーロッパでの第二次世界大戦が終結した1945年5月8日のヨーロッパ戦勝記念日 V-Day にはロンドンの街中で戦勝を祝福する一般市民の中に妹と共に匿名で混じって真夜中まで勝利の喜びを分かち合ったという。第二次世界大戦における イギリスの勝利後の1947年4月には、両親の国王夫妻に付き添って、初めて外遊し、南アフリカを訪問した。外遊中、ケープタウンにて21歳の誕生日、4月21日を迎えた際には、英連邦に向けたラジオ演説の中で、エリザベス王女は次のような誓いを交わした。将来の夫となるギリシャ及び、デンマーク王子、フィリッポス。 フィリップとは、1939年7月に、ダートマス海軍兵学校で出会い、一目惚れして、以降、文通を始めることとなる。また、これ以前にも1934年と1937年の二度に、渡り面会している。なお、夫婦である二人は、デンマーク国王のクリスチャン九世と、ビクトリア英女王を通して、遠赤関係にある。 1947年7月9日に正式に婚約が発表されたが、婚約に至るまでの経緯は決して順風満帆とは言えなかった。その要因は、フィリップがギリシアから亡命した現役のイギリス海軍士官であり、資産を所有していなかったこと、外国生まれであることのほか、フィリップの姉がナチスとの関係を持ったドイツ系貴族と結婚していたこと等にある。なお、 これに先立つ同年2月にフィリップはイギリスに帰化した。帰化した際、イギリスにおける軍務を継続するために、母の実家の加盟である、マウント・バッテンを英語化したものを生として選択した。またこれに伴いフィリップは、ギリシア正教会からイングランド国教会への改修を行い、さらに形だけとなっていたギリシャ王子及び、デンマークのこの地位を放棄することを宣言した。 同年11月20日に、ウェストミンスター寺院にて、かねてから交際を続けていたフィリップと婚礼を挙げた。結婚後の数ヶ月間を当時イギリス領だったマルタで過ごした。夫妻は、世界中から2500個の結婚式遺品を受け取った。戦後のイギリスにあっては、婚礼に招待するに際して、当時存命していた三人の姉を含めて、フィリップ、エディンバラ公のドイツとの席は、 受け入れがたたいものだったまた、ウィンザー公かつての国王エドワード8世も招待されなかった。エリザベスは、結婚した、翌年の1948年11月14日に、第1子、長男チャールズ王子を出産し、1950年には、第2子、長女となる、あの王女が誕生した。生来病弱であった父ジョージ6世の、 健康状態は1951年に入り悪化し、翌1952年2月6日未明、療養を兼ねて、狩猟やスポーツを楽しむために訪れていたサンドリンガム御用邸で、就寝中に感情動脈血栓症により崩御、死去したエリザベス王女は、夫のフィリップと共に英国にはおらず、オーストラリアとニュージーランド公式訪問の途上、ケニア滞在中であった。 これを受けて、それまでのエリザベス王女、プリンセスエリザベスは、女王に即位して、エリザベス二世女王、クイーンエリザベス2となり、同盟の母エリザベス王妃は、エリザベス王対合、ウェーン・マザー・エリザベスとなる。翌1953年6月2日には、世界各国の元主球の招待客を招いて、ウェストミンスター寺院で行い、この模様は、イギリス連邦内だけでなく、 世界各国に当時の最新メディアである白黒テレビにより中継された。これには日本の皇室からも昭和天皇の名代として皇太子昭人親王、当時合算でした。以来半世紀以上にわたってイギリス女王の座にある日本へは1975年昭和50年に一度のみフィリップ王廃と夫妻で訪問している5月7日から12日その際は 当時の昭和天皇をはじめ皇室とも交流を重ねた。5月7日夜に昭和天皇主催の皇居での宮中晩参会に出席し、8日には NHK 日本放送協会を訪問、大河ドラマ、元禄太平記の収録を見学した。9日には都心でパレードをして、東京都民の歓迎に応えた。女王は、この後、京都御所や伊勢神宮を訪問し、 12日に離日した。1997年8月31日、自身の嫁であったダイアナ元大太子妃がフランスのパリで交通事故により死去した際、義母であった女王自身の意志の下でのイギリス王室の冷ややかな大王が批判を浴び、同年9月5日にテレビ放送を通じて哀悼のメッセージを送り、長男チャールズ大太子との離婚以降、 英王室から敬遠されていたダイアナ元王太子妃の名誉回復を行い王室の信頼回復に努めた。自身の在位半世紀を迎えた2002年には2月9日の妹マーガレットの逝去、3月30日の母エリザベス王太后の崩御と同一年に肉親との死別が2回も続いた。2010年ウィンブルドン選手権4日目、6月24日には 1977年以来33年ぶりに大会を観戦した。2010年12月29日、ピーター・フィリップスに自身の初総尊にあたるジョジ・サバンナ・フィリップスが誕生し、ヒーババとなった。2011年5月17日、1911年の祖父・ジョージ5世による訪問以来、100年ぶりにイギリスの君主として、 アイルランド共和国を公式訪問している。1911年当時は、イギリスの植民地、グレートブリテン及びアイルランド連合王国の一部であったため、独立後としては初の訪問である。2016年に90歳を迎え、高齢のため公務の一部を徐々に自身の長男であるチャールズ王太子に引き継ぐようにはなっているものの、現在も精力的に公務を行っている。 2017年8月2日に、当時96歳となった夫のフィリップ王廃が、単独の公務から引退したが、エリザベス2世女王自身は引退する意向はなく、今後も当分は公務を継続するとされている。同年11月20日に成婚70周年を迎え、これは60周年の時と、同様、イギリスの君主として初である。エリザベス2世は、 イギリスを含め16の国家の女王、元首であり、それぞれの国で異なる正式称号を所有している。そのうち、イギリスにおける正式称号は以下のものである。信仰の擁護者は、元来はマルティン・ルターに反対したヘンリー・パッセイに対し、ローマ教皇レオ10世から授与された称号である。1534年の国王史上法により、 イングランド国境会主張の称号となった。レルム、A、レルムズには、君主国という意味があるが、ここでは、A 連邦王国を指す。領域は、王室属領及び、海外領土を指す。また、コモンウェルス、A、コモンウェルスには、複数の意味があるが、ここでは、イギリス連邦を指す。イギリスの君主は、王冠と統合された爵位の潜在的な保持者である。 現在でも、お相続し、イギリスの内閣には、ランカスター公領大臣が存在する。このため関連する、行事等で、ランカスター公という呼称が用いられることもある。イギリス連邦においては独自の君主を有する国や、共和国もあるが、エリザベス2世は、コモンウェルスの長とされている。この称号は、元首としての意味は持たないが、統合の象徴となっている。 エリザベス二世はイギリス連邦に加盟する諸国のうち彼女を原首とする国の原首であり国王となる。正式称号はイギリスにおける正式称号と国名が異なる程度であるが信仰の擁護者についてはカナダとニュージーランドのみが採用している。英連邦王国を構成する国はそれぞれ独自の意見を持っている主権国家であり、時にはそれらの国が政治、 経済問題で対立することもある。エリザベス二世はこの場合対立する二つの君主であるという立場になる。ただし、いずれの国も立憲君主制国家であり、当該国の国法に定められた当該国の政治的手続きに従う必要があるため、エリザベス二世自身の政治的判断が求められることはない。実際にイギリス以外の国の元首として公務に携わることも、 ある。その国に滞在している場合は、本人が直接行動する場合が多いが、直接本人が行動できない場合は代理人を通じて行動することもあ。公務中の地位については、カナダの公務の場合は、カナダ上、オーストラリアの公務の場合は、オーストラリア上、パプアニューギニアの公務の場合は、パプアニューギニア上というように、対象国に合わせて変動する。 このような女王の公務のあり方の実例として過去の近代オリンピックの開会宣言を挙げることができる。近代オリンピックの開会宣言はオリンピック憲章によって開催国の国家元首がこれを行と定められている。エリザベス二世以上を国家元首にいただくイギリス連邦諸国の中では過表の通りカナダとオーストラリアとイギリスで計6回のオリンピックが その在位中に開催されている。うち、女王の名において行われた、開会宣言は、計3回あり、本人が直接開会宣言を行ったのは2回、女王のオハイ・フィリップが、女王の名代、代理人として、開会を宣言したのが1回を数え、イギリス女王、カナダ女王、オーストラリア女王の称号が用いられている。その他の大会は、事実上の国家元首である総督が、 自らの名のもとに開会を宣言している。また、イギリス軍、カナダ軍、ニュージーランド軍においての各国軍隊の最高司令官であり、ただしあくまで名目上、実質上最高司令権を有するのは、政府の長たる首相、英連邦諸国における複数の軍隊の名誉連隊長を所持する。イギリスの王室属領はイギリス諸島内にあるが、 イギリス政府の統治権下にはなく、イギリスの君主が保持する別の主権によって統治、されている。マン島においては、タル女王、クイーン、ロード・オブ・マンと呼ばれている。チャンネル諸島、ジャージー、ガンジーにおいては、ノルマンディーを焼けたる女王、ダック・オブ・ノーマンディー、アワー・クイーンとなる。近代競馬発祥の地であるイギリスにおいては、競馬を飛行。 発展させる君主がしばしば現れている。エリザベス2世も競馬の熱心なパトロンである。イギリス史上初めてスポーツ団体に直虚を与えてジョッキークラブの決定に法的基盤を付与したのはエリザベス2世である。この結果、200年以上にわたって、洗礼でしかなかったジョッキーラブの裁定には法的な根拠が認められることになり、権威と権限が 大幅に強化されることになった。また、ニューマーケットに、英国国立牧場を移したのも、エリザベス2世である。エリザベス2世は、馬主、生産者として、大きな成功を収めている。両親の名を冠した、キング・ジョージ6世やアンド・クイーン・エリザベス・ステークスの、優勝馬オリオールのほか4頭のクラシック、競争優勝馬など、所有馬には、数々のステークス優勝馬がいる、詳細。 1954年と1957年には、イギリスのリーディングオーナー、所有馬の獲得賞金学習となった。在位中にこのタイトルを複数回獲得した君主は、史上にエリザベス2世のみである。所有馬に騎乗する機種が着用する勝負服は、紫色の胴部に、金ボタンと刺繍をあしらい、袖色は赤。帽子は、黒のベルベット地、頭頂部に、 金ボールをあしらったものを使用している。イギリスにおけるボバ、ヒンバのクラシック競争のうち、ダービーステークスのみ所有馬の優勝がない。2011年には所有馬のカールトンハウスが一番人気となり、85歳にして、初のダービー優勝馬所有なるかと競馬界を超えて、広くイギリス社会の注目を集めた。女王自身もエプソム競馬場でレースを展覧したが、 落鉄のアクシデントなどもあり三着に終わった。2013年6月、AA 王室自ら開催するロイヤルアスコット開催において、所有馬のエスティメイトがゴールドカップに優勝し36年ぶりに GI を制覇した。ロイヤルアスコット開催時には、毎年宮殿から馬車でアスコット競馬場へ向かうのが慣例である。ロイヤルアスコット開催のレースにおける、 優勝馬の関係者は、エリザベス2世などが出席するイギリス王室主催の茶会に招かれる。イギリスのクイーン・エリザベス2世ステークス、アメリカ合衆国のクイーン・エリザベス2世チャレンジカップステークス、日本のエリザベス女王杯、イギリスの植民地であった香港のクイーン・エリザベス2世カップなど、エリザベス2世の名を冠した競争が世界各地に存在している。 夫のエディンバラ公爵、フィリップ王イとの間には三男一女がいる。2017年11月6日、エリザベス二世以上の個人資産のうち、約15億円がタックスヘイブン、租税回避地で運用されていたことが明らかになった。規制当局に処罰されたり、税金滞納で破産申請したりしたバミューダ諸島やケイマン諸島の企業が含まれていた。 2006年のイギリス映画、クイーンでは、エリザベス二世女王、を、ヘレン・ミレン、日本語吹き替え版、倉谷秋子が演じた。2010年のイギリス映画、英国王のスピーチでは、幼少期のエリザベス王女を、子役のフレイア・ウィルソン、日本語吹き替え版、山根舞が演じた。2015年のイギリス映画、ロイヤル・ナイト、英国王女の秘密の外出では、サラ・ガ・ドン、 日本語吹き替え版、下山田彩香が、エリザベス王女役を演じた。2016年のアメリカ合衆国のファンタジー映画、原作者は、イギリス児童文学作家ロアルドダール、監督、スティーブン・スピルバーグでは、ペネロープ・ウィルトン、日本語吹き替え版、鈴木子が、イギリス女王エリザベスに世役を演じた。2019年のベルギーのアニメーション映画、 ロイヤルコーギーレックスの大冒険は、女王の愛犬ロイヤルコーギーをモデルとしている。ピーター・モーガンの原作、脚本による、英米合同制作のネットフリックス、配信テレビドラマシリーズ、ザ・クラウンでは、クレア・フォイ、2016年、シーズン1及び2017年、シリーズ2、日本語吹き替え版、渋谷遥オリビア・コールマン、2019年、 シーズン3および配信開始年未定、シリーズ4、日本語吹き替え版、未定が、エリザベス二世女王役を演じている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。